ちょっと俺今日ちょっと使い物にならないかもしれないな。俺ちょっと今もうぼーっとしてる結構何をされてたんですか今まで直前まで、うん、ワインを 1.5 リットル飲んでしてちょっとなんか若干飲みすぎだろ。ちょっとアルコールの匂いするわ。あ、する、うん、あのねちょっとぼーっとしてんだよな今。 1.5 リットルってめっちゃ飲んだ。 1.5 リットル飲んじゃった。やば、今日ちょっと使い物になるかもしれないわ。いやまあでもまだろれつが回んないとかね、そこまでじゃないんだけど、やっぱ強いよねやっぱね。そうだね。まあこのさ顔ちょっとさ赤いの分かる、若干赤い分かる、あの赤いの分かる、赤いの顔にちょっと分かるなってはいるけどさ、うんうん、ちょっと赤い、多分この分かるかどうかぐらいじゃない。そう、この映像上だとね多分分かんないかもしれない。分かんないんじゃない、この分かんない映像上では。うん、でもちょっと赤くなったんですよ。実はアルチューなんじゃないかな完全にこれは部屋の中で編集しながら暗い部屋でさスクリーンだけ見ながらアルチューじゃないんだけどな全然。 1.5 リットルってさ、牛乳パックあれ1個って1リットル。あ、1.5 パックか。うわ、すっごっ。めっちゃ飲んじゃった強いね。逆にそれでこれってすごいわ。水だと思って飲んじゃった。いやそれがまあ正しいっていうかね。そうだね、うん、ワインのその本場の楽しみ方的にはね。そうではあるんだけどね。そっかそっかそっか恐ろしいですね。美味しいんだ、やっぱり美味しいと思えて、まあ、たか飲んだんだよね。そう、そうだったんですよ。一番好きなお酒は日本酒かな。そうか、うん、日本酒って飲み始めたら僕は飲むの。いやだからそんなに普段飲まないよ。飲む感じだったら飲むけど別に、うん、別にそんなあれよ、そんなです。いや、1.5 リットル。いやいや、そんなだろ。 1.5 リットルが言うのよ。そんなそんな、樽で飲んで。そうだ、日本酒の樽って何だよこういう穴。あ、割ってね、割るときだよ。あ正月のやつみたいなね。そうそうそう、ない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 。